こんにちは、マースケチャンネルです。今日もねというか今週からね本格的に力を入れようと思いまして、今日もね今ね、朝からハローワークの方に行ってきました。でね前回ねマジ時間の間にモニター見てたら難病というね項目があったんで、いや職員さんに聞いてみたら、これ何ですかって聞いてみたら、出張で週に2回、出張で、誰か来て、難病について相談に乗ってくれるっていうことらしくて、それ の, チラシをもらって、で後で調べてみますということで家で調べたら、出張してくるのは、日本全国どこの県にもあると思うんですけど、難病支援センターというところから、出張してくると。で、やはり調べてみると、予想はしてましたけども、難病と書いてありますけど、指定難病の話であって、指定されてない難病は、やはりね、何の、サポート支援もないという、ね、ふうにこう読み取れたんでね、今日行った時に、言い換えて、調べてみましたって言って、ね、今ちょうどスタッフのので聞いてみますね、なんて職員さんね、担当の人にちょっと聞いてみたら、やっぱりね、指定難病で障害者って、難病とか障害者手帳とかそういうのがあればなんて話してんで、やはりそういうことかということで、分かりましたっていう話して、で片耳の聴力を失ってしまったので、大勢の中で話を聞くのはちょっとね、聞きづらいので、なるべくあんまりね、話聞かなくても済むような仕事ないかという職業相談でね、職人さんにこう相談させていただいたんですけども、ふと、喋ってるところの、そのカウンターの、箱のところにチラシがあって、それを見たら、社会保険労務士さんの紙があって、これそれはなんかね、介護かなんかのに関してのチラシだったんですけども、社労士さんに何か用事ですかとか、そうなんです、ちょうど今年中にこう話を聞きたいなっていうふうに思ったんですよっていう話をしたら、すぐにね、その職員さん、さすがにもう慣れてるから、この電話番号をね、電話番号ってそのハローワークの電話番号なんですけども、要はそのね、社会保険労務士さんの社労士さん の先生が週に2回来て相談に乗ってくれて、そこでも予約制なので、前の方がねいなければ、その当日に話をね聞いてくれることもあるんですけども、基本的には、予約をして、来てくれれば大丈夫ですよということで、これらラッキーだなと思って、自分で 今から社労士さん どこがあるんだろうって探して、まだお金、聞くだけでもお金かかるのかなと。一応ね、俺がホームページでね、調べたのは、手付金は0円で。で、成功報酬で、弁護士さんじゃないですけども、成功報酬で、20% ぐらい、こうね、取られるみたいなことをね、書いてありました。そんなところだろうなとは思ってて、お金の方はいいんですけども、社労士さん、どうやら社労士さんがいた方が、もしくは社労士さんに相談はしといた方が、いいなと思って、何についてかっていうと、障害年金、もしくは障害手当金ということで、この間もね、ちょっとお話ししましたけども、国民年金を持っている人だと、障害年金っていうのは1級か2級じゃないとこうもらえないと。ところが、どっかでその企業とかで働いてて、厚生年金をもらっている人は、障害年金3級っていうのがあって、プラス障害手当金っていうのがあって、条件としてはその厚生年金加入中に、初診日、病院に通った初診日が厚生年金に加入しているというのが条件だっていうので、それはね、一番最初の最初、
MRI を受けた時の前に、病院で、左右の聴力がこんなに、違うのはおかしいっていうふうに見つかった時にはもう まだね、厚生介護施設に働いてたので厚生年金だったんですよ。だからそれでねその条件はクリアしてんじゃないかなって俺は思うんですが、その後ね、手術とかしたのはもう病院通い出して、手術とかしも含めて病院通い出したのは、国民年金になってからなんでね、それがどうなるのかどういう作用するかは分かりませんけれども、まずねその社労士の先生に相談できるっていうのはちょっと安心があるなっていうふうにこう思うわけですよ。でね、で昨日だったらいたんですけどねなんて話職員さん言ってましたけども、またね来週のになったら早速ね、ハローワークの方にちょっと予約のね電話を入れて、早速ね、相談させていただいていきたいと思います。で、ね、先ほどの話障害年金についてなんですけども、ね、毎度ねお伝えしている通り、10万人に1人からアメリカ調べだと、いても20人ぐらいだっていう言われている、俺のね、病気聴神経腫瘍っていう病気なのに、両側だとして国で日本の国では指定難病なのに一足性という片側では指定はされてないと。でその指定されてないと先ほどの、ハローワークの方でも そうですが、何のサポート支援もないと。でおまけに聴力も失います、残念ながら聴力を失いますよと脳外科の先生に言われまして、でその通り、手術して、先日ね、耳鼻科の方の聴力検査をやりましたところ、ローの状態、聞こえてませんっていう状態だったんで、じゃあ障害者手帳って出るんですかって言ったら出ませんとはっきりと言われまして、諦めてくださいとまでね言われました。ということで片耳が失調しても、それから10万人に1人から20人ぐらいしかいない病気でも、でそれからその病気によってその水頭症にもなって、それが治るかどうかも分からないって言われても、今の日本ではサポートがないっていうのはね、判明しました。この動画を見ていただいて同じような方いらっしゃいましたらね、そういうわけなので、病院の方で、手術された方もいらっしゃると思いますけれども、そういうねサポートはあんまありませんよというね、真実をお伝えしたいということで、この動画を撮りました。ということで残るは、障害年金っていうのは前にね、まだちょっと心配だで、その病気の手術も検査も始まる前の MRI を受けた時点で聴神経腫瘍だよって言われた時にもうちょっと、不安で、国民年金事務所に電話したことありますけど、その時はまだ何も決まってないのでっていうことでね、半ばもう門前払いで、電話したんですけども、そんな状態でしたが、これから、もう手術もしたし水頭症にもなってて、それの手術もしたけども、それはまたこれからどうなるか分からないという不安もあるし、片耳も失調したしということで、一応ね、パソコンで調べると同じような症状で、聴力を失った人が年金、障害年金もらったとかいうね、成功例ということですかね、社労士さん、どこぞの社労士さんがこう書いたホームページがずらっとでこう検索すると出てくるので見ると、そういうことも書いてある。そういういいことなのかもしかね、載せてないかもしれませんけど、可能性としては、そういうことなので、俺もね、じゃあ早速、社労士さんと相談して、申請できるのかできないのかぐらいはね、こう分かる、しておくとこう安心かなと思いますので、来週になったら、ちょっと連絡してみたいと思います。はい、というわけでね、今回はね、少し
まあ、何のサポートもないあの俺のね、病気ですけれども、少しね希望の光が見えてきたんじゃないかなということで、お伝えさせていただきました。はい、ということでまたね、何か分かりましたらこちらの方で動画でお伝えしたいと思います。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。